はい、さい、今回は南城市にある知念っていうね場所に来ています。海も綺麗だね。やっぱ沖縄晴れると青い海でねいいですね。遠くに見えるのは久高島か。でですね、まあ、今回ねなぜ知念に来てるかというと、本当だったらねセーファー歌姫をね撮影したかったんですが、セーファー歌姫ねどうやら撮影が NG なようなんで、まあ、今回はセーファー歌姫にね右岸お参りするね前に、身をね清めるみそぎ場っていうんですか、そういったねみそぎ場のブローカーにね行こうかなと思ってるんですが、近くにね駐車場がないんで、あざま33ビーチの方のね駐車場からね止めてきた感じ。お、土のうがやられてて、だいぶこれ草むらになってるな。ハブとかいないかな。まあ怖いんですが、今回もね、うわこれアランの葉っぱがチクチクして痛いな。どうしようか。あ、痛い、これちょっと痛いな。もうあんまり訪れる人がいないからこんな草ぼうぼなってますね。あ、だハブがいないのかだけねちょっとね心配だったりするんですが、もうほぼほぼ訪れなくなってるんでしょうね。でですね、実は今日あがりうまい、聖地巡礼のねあがりうまい東おまわりって書いてね、首里城をね起点に東に回っていくよっていうね聖地巡礼のお参りがあるんですが、それをねしながら撮影してる感じなんで、今回もねウローカーじゃないや、本当だったらセーファー歌姫の方にも行きたかったんですがね、撮影 NG ということでね今回は、ね、断念してるんですが、こちらもともとね砲台跡があった場所なんですが、あった場所っていうか今でもあるんですが、草ぼうぼうでね砲台もわかんないんじゃないのっていうぐらい。カラス、どうしたの？カラスが。ね、こちらが本当は砲台跡なんですよ。ちょっとね、草ぼうぼうでわからなくなってると思うんで、まあ以前ね、何度かね、訪れた場所なんで、その時の動画の URL を、動画の説明欄に付けとこっか。やっぱね、人が訪れない場所は、草が半端ないね。しゃあないよね。よいしょ、草ぼうぼうなってる。じゃあ風呂か行こうか、ね、ここから階段上がるとね風呂かで、ちなみにここもうちょっとまっすぐ行くと、もう今日は、ね、草ぼうぼうで行けないんですが、本来ならこちらにも、もう一機ね砲台跡がある場所ですね。風呂か行こうね。こちらです。神聖な場所なんでね、よいしょ、ウローカー説明から読もっかね。ウローカー、琉球王国時代にセーファー歌姫の中に入るときにこの泉カーでね、これはみそぎって読むんだっけ、どうしました。歌姫の中から流れ出る清らかな水は当時の祭祀に書くことのできない聖なる水であったのですっていうね場所がね、こちらのウローカーです。もう一つ説明がちょっと眩しいなこれ。ウローカー、ウローカーとは丘陵上にあるセーファー歌姫から染み込んだ雨水が地下を伝って琉球石灰岩の岩盤下から湧き出した清らかな水で泉です。琉球王国時代よりセーファー歌姫の中に入る前に、手洗いなどのみそぎ、さっきやっぱりみそぎだだってね、みそぎ場だね、みそぎを行った場所と言われており、当時の祭祀が書くことのできない聖なる水として受け止められています。ウローカーは琉球石灰岩を成形した切石で作られており、水を溜める正方形の水槽と、その前方にタイル状に石を敷き詰めた基岩からなっています。こう下もね、水が、やっぱり梅雨の時に結構雨が降ったんで、まだね、
山が蓄えている水が流れている感じですね。まあ最近でもねちょこちょこ、さっきも実はね雨が降ったぐらいなんで、水が枯れることはねしばらくはなさそうですね。はい、そんなセーファー歌姫のウローカーがこっちで、まずね、イモリがたくさんいるんですが、それよりも先に、手合わせをね、右にね、水が見てたんですよ。今、ここにするんですが。はい、お邪魔します。で、ちゃんとね、手になる場所なんで、これ、水が見って書いてね、紙名があるような感じなんだけど、なんて書いてるのかな。上はね、イサキの先に、真ん中ら辺はわかんないけど、男が見って書いてますよね。で、おそらく真っ黒なイモリじゃないから、赤腹イモリじゃなくて、尻が、尻尾がね、剣みたいに細く、なんか、なってるから、尻剣イモリだと思うんですが、これね、登るんだね、あの上にね。登ってますよ。あ、奥にも一匹、このね、水が出る場所から登って、上に、登ってどこまで行くんだろうな、すごいな、ね、イモリちゃんたくさんいますよ。やっぱりね、水がきれいな場所にイモリがいるっていう話なんで、何匹もいるな。あの裏にも一匹くるくるね、ぱっと見1、2、この中にくくって3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17匹ね、いるのがわかるな。ちょっとせっかく、まあ、せっかくって言ってもあれか。もうちょっとね、上の方、撮影したいんで、ここにもいるのかな？こう、結構上に登っても、あの洞窟、琉球石灰岩の下の岩盤に行くから、あそこ登ってもね、これ以上行く場所はなさそうだけれど、そういったね、場所がね、あったりしますね。はい。まあ、そんなね、みそぎ場のブローカーなんですが、先ほどね、冒頭でもね、やっぱり草ぼうぼうだったりするんで、あんまり人がね、簡単に訪れられる場所じゃないっていう意味で、ね、まだ荒らされてないからね、いいのかなと思うね。これがね、頻繁に人が訪れるようになったら、ね、悪さする人とかが出てくるんで、こういったね、聖域はね、しっかり守っていかないといけないんで、もしね、この動画見てね、ここに遊びに行きたいよってね、思った人がいたとしても、まあね、本当に聖域なんで、ね、いたずらとかはせずにね、ちゃんと敬意を持ってね、お参りって拝んでください。はい、というわけで、今回ね、少し短い動画なんですが、沖縄には、まあ、南城市にはね、東を回るって言って聖地巡礼を行うね、うがんがあったりするんで、まあね、あっちこっちにこういった廃所がまだまだ存在するんで、今後もそういった廃所なんかをね、撮影していこうかななんて思ってるんで、そういった廃所みたいなね、パワースポットって言われるんですか、まあ、そういった場所もね、今後たくさん配信していこうと思うんで、そういう方ね、好きな人がいたら、ね、チャンネル登録して今後の動画も楽しみにしてもらえると大変ありがたいです。というわけで、今回ね、本当はセーファー歌姫の中を撮影したかったんですが、ね、撮影が NG ということなんで、まあ仕方なくね、セーファー歌姫で、うがんする前に訪れて、みそぎ、ね、身を清める場所、セーファー歌姫のウローカーから、沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったにー、バイバーイ。